サベラジコのことです。はい、今日はですね、久慈浜海岸に来ました。はい、こんな感じでね、のどかな日になっております。はい、では、久慈浜海岸シリーズと、ね、いうことで、お話をね、していきたいと思うんですけども、またね、ちょっと新型コロナウイルスの関連の話になっちゃいますけど、どうしてもね、実はね、この久慈浜海岸、ね、明日かな、明日から5月の10日までね、閉鎖というね、さっき表示がありましたね。うん、まあ、今日までらしいです、ね。こうやって普通に来れるのはね。はい、で僕ね、今、通信教育のね、収録をずっとこう夜中やってるんですよ。ね、まあ、僕完璧に夜型ですけど今ね、夜、9時ぐらいかな、9時ぐらいから追っ始めてね、ずっと、6時、7時ぐらいまでずっと収録やってるんですよ、ね。まあ、簿記の3級とね、まあ、建設業経理士2級は収録が全部終わりましてね、で今日書簿記2級、ね、の、収録を今日からですね、まあ、今日あの夜ね、今日の早朝ねから、収録を、まあ、スタートしましてね、うん、3本かな、1時間、約1時間動画3本、収録が終わりました、ね。で、今日ね、またこの続き4本目以降ね、やっていくということですけど、まあ、大体多分40本ぐらいになっかなっていう感じなんですけどね、1時間動画が40本ぐらいのね、多分収録になるんじゃないかなと、日照2級はね、思っておりますね。でまあ、その後1級とかね、まあ、いろいろ他にニーズがあるような動画とかもね、またいろいろ今もちょっと考えながらね、戦略を考えながら収録活動ね、せっせとやっているんですけど、おかげでですね、あの完璧に今やってるのは夜型なんで、あの僕あれ俺そういえば太陽浴びてるなってね最近ね、それに気づきましてね、うん、いやこれさすがにちょっとね、あの人間としてやべえんじゃないかと思ってちょっと太陽の光を浴びようと思ってね、来たんですよ、ね。ということでね、ドラクエなんですよ、完璧ね、うん。という形でずっと生活してましたからね、うん、今日はちょっと、久慈浜海岸に来てみてですね、でちょっと飯とか食いながらね、で漫画でもとりあえず読もうと思ってね、今日はね、こういったね、サバイバルっていうね、これはゴルゴ13書いた人ですかね、斉藤孝夫さんってね、方のちょっとサバイバルを昨日からね、収録の合間に読み始めたんですけどね、うん、これをちょっとボケと読もうかなと思ってね、今日はこの久慈浜海岸に来てみました、ね。でその中からですね、あのふとね、酒井俊夫さんっていうね、あの僕がいつもお世話になっている、ね、講演家コンサルタントの方なんですけど、酒井俊夫さんのね、動画の新しい動画がね、先ほどアップされましてね、うん、でちょっと見てみようと思ってね、ポスッとしてみました。12分ぐらいのね動画だったんですけど、いやーね、本当に、心に刺さる動画でしたね。我々自営業フリーランスにとってはね、うん、なんかこう、心がね、こう躍動というかね、こう何をすればいいのか、我々みたいなね、中小企業の自営業者がね、何を今すればいいのか、どういう心持ちでいればいいのか、ね、そして、希望の光あるのかっていうね、そういったものに関するお話をね、約12分ぐらいの動画で、お話しされていたんですけど、ね、本当にね、ガーンとこう、あーってね、こう、本当に心にね、突き刺さり、ましたんでね、うん、思わず電話しちゃいましたね素晴らしかったですみたいな、ね、感じで思わずこう気がついたら動画見ようとか気がついたらもう電話しましたね、うん、素晴らしかったです本当にありがとうございますみたいな、うん、そんな感じの動画を先ほどね発見しました、うん、まあ、ぜひね、興味持った方は酒井俊夫さんのね、動画の方に行っていただいてですね、まあ、持続化給付金ね、酒井俊夫持続化給付金で多分入れるとね、中小企業生き残り持続化、ね、給付金って多分タイトル検索すれば出てくると思いますからね、12分ぐらいの動画なんでね、
ぜひまた見ていただきたいですけどね。うん、その中のね動画でもおっしゃってましたけどね、とにかくね、うん、今はね、金を借りろと、うん、借りられるやつは全部借りろと、うん、ね、いうことをね、うん、おっしゃってましたね。うん、で、まあ、ちょっと電話でも話させていただいたんですけど、まあ、ちょっと自分で読んだんですけど、僕らみたいな、ね、真面目な、ね、タイプの人間はね、どうしてもね、こう借金ってなっちゃうとね、返さないといけないっていうふうに、まあ、思い込むっていうかね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こう思いすぎちゃうんですよね、どうしてもね、過度にね、うん、一回でも延滞したら絶対ダメだみたいな、ね、感じで、ちょっと1円でもね、利息はちゃんと払わなあかんみたいな感じで思ってしまうんですね、どうしてもね。うんうん、でもね、こういう状況の場合はですね、とにかく借りて借りて借りまくってね、うん、まず手元の資金ですよね、現金ね、これなかったら飯食えませんからね、そもそもね、仕事がどう売り上げ上がるか上がんねとか、そういうのもとりあえず置いといてね、まず手元の資金ですよね、うん、これをね、とにかく確保するということを最優先してやった方がええと、うん、いうことを、まあ、おっしゃってましたね。うん、でちょっとね、僕もね、まだ多少の貯金が ありましたんでね、まあ、ほとんど今もないんですけど、ありましたんで、その貯金を食いつぶしながらね、うん、ちょっとね、なんとか乗り切ろうかなっていうふうに思ってたんですけど、いやちょっとね、うん、まだまだ続くと、うん、なんか今の時点でももうね、戦後最大のやばい状況らしいんですよね。酒井さん投資家ですからね、株式投資家の方ですから、基本的に投資家をずっとされてたっていう経験もある、まあ今現在もねされてるみたいですけど、その経験からね、こう株式のこう指標とかのね、こう見方ですよね、それがプロですからね。そんな中で、指標を見たらね、うん、いやとんでもないことになってると、ね、うん、今までの人生でも一番だとひどいと、ね、でこのひどいね、この3月4月の時点でひどいからね、うん、これ絶対、8月とかね、要するに夏ぐらいはもっとひどくなるというね、そんなこの予想を、されてましたけどね、うん、そうなってきますとね、うん、ね、8月9月はね、まあ、僕一応また公演のね依頼がありまして、予約を受けてて、で、まあ、一応ねもうレジュメも全部完成させて、あとはもうねその時期が来たら行くだけっていうのが、まあ、何件か公演のねオファーもあるんですけど、まあ、下手したらそれも飛ぶ可能性が非常に高いというのをね、今回、またまじまじと、こう思い知らされましてね、うん、いよいよ本当にこれはねちょっともうダメだなと思いましたんで、しばらくね仕事ゼロでもね、うん、なんとか生き延びるっていうねことをしていかないといけないなというのをね、ちょっとまた改めて最高の時期になりましたね。うん、でその中でね、まあ、確かにね、通信教育、まだ全然売り上げとか上がってませんけど、ほとんど上がってませんけどね、数万円ぐらいのレベルなんですけど、僕の場合は、ね、簿記の講師ですからね、オンラインでね、簿記の講座ができるという、まあ、一応ツール持ってますから、リソースね、自分の資産持ってますから、ね、それをちょっと活用してね、売り上げを上げる、一応ね、きっかけはあるんで、ね、それちょっと重視してね、行こうかなと思っているんですけど、ね、うん、そのためにはね、まあ、収録活動ももちろんしていかないとネタができませんし、ね、うん、YouTube のね、この活動をどんどんね、やっていくというね、中から、ね、やっぱ手元の現金ですよね。それがないと本当にそれすらもできない状態になっちゃうんでね。とにかくね、借りられるものは借りてね、うん、行こうと。いうふうに決断をしましたね。まあ、それも仕事ですね、これね。資金調達という仕事ですよ。うん、僕ら自営業者にとってはね。うん、だからね、それでなんとかこう食いつないでいって、そして新しいね、新商品サービス、まあ、具体的にはオンラインのね、
通信教育、これをもっともっと充実させてね。で、大手さんにはね、絶対真似できない、侍塾だから、小さい塾だからこそできるっていうね、それを差別化して、ね、で、少ない人数でも構わないからね、ほんと少なくて構わない、むしろ少ない方がいいんで、その代わり真剣に勉強したい、真剣に受かりたいっていうね、一人一人ですね、そういった少ない人数の方で、で、大手じゃなくてね、こう一斉のね、大人数で、埋もれちゃうと、受講生が埋もれちゃうというね、のじゃなくてね、自分一人一人見てほしいと、ね、うん、そういった方だけをね、対象とした、ね、通信教育、まあ要するにね、動画って僕の場合の今のところの目玉はね、ご質問に対してね、動画でお答えするっていうね、しかも一人一人ね、基本的にね、うん、というそういったサービスをやっておりますからね、それをもうちょっとこう膨らましてね、告知していってですね、で認知度を上げて、ね、あ、後藤道夫の通信教育はなんと動画で返してくれるんだって言ってね、うん、ありえへんぞと、ね、こんな手間暇は絶対大手じゃ無理だよねみたいな、それがなんと受講料に入っちゃってんだみたいなね、うん、そんな感じのね、イメージをちょっと持ってましてね、でそれが広まっていけばね、これはもう、うん、まあ、自分でもなんですけど間違いなくもうトップのサービスなんですよ、この動画で質問に返すっていうのはね、うん、普通やんないですからね、それができないですからね、うん、だからねそれをちょっと、うん、大切にしてね、真似したくてもできない、大手がね真似したくてもできないというのをちょっとこの1年ぐらいでね、半年1年ぐらいで確立をしていこうと思ってるんですよね、うん、そうすると唯一無二の存在になりますからね、うん、そういうのをちょっとイメージをしながらね、今コツコツと、収録活動をねやったり、新たなね商品サービスを考えたりしてるんですけどね、うん、そのためにはやっぱりね手元の現金ね、それがないとねもうどうしようもないですから、ね、うん、だからとにかくそれをね一回まず確保すると、しっかりとね、うん、そういう形でね、うん、まあ、どれだけ借りられるか分かりませんし、どれだけね給付金もらえるか分かんないですけど、持続化給付金とかもありますからね、フリーランスのね、最大100万円ってね、ああいうやつとかね、うん、あと何でしたっけ、小口融資だったかな確かね、うん、とかまあいろいろあるんですよね、茨城県も協力金ね、僕はずっと休業してますからね、うん、当面の間休業っつってねやってますから、多分いくらかもらえるんでしょうでね、そういった給付金とかね、まあ、融資ですよね、うん、ちょっと1年間ね猶予があるよみたいな融資なんかもあるみたいですからね、うん、それもちょっともう根こそぎね、とりあえずこう借りたりいただいたりしていった中からですね、お金はとりあえず手元にあると、ね、うん、いう中でとにかく新商品サービスをね家にこもって事務所にこもってね教室にこもってねじーっと作っていく、淡々とね作っていく、うん、でたまにこうやって太陽を浴びに来るみたいなね、うん、そんな感じで、今ジムもね閉鎖になっちゃいましたからね、うん、いつ復活するか分かんない状態ですから、うん、というのをちょっとねやはり続けるしかないなって、うん、思いますね、うん、本当にねこれはね、うん、一番やばいですね僕も そろそろ50歳ですけど、うん、まあ商売やって16年ですけど、うん、ね、商売上ではもうかつてない、本当かつてない、うん、本当の緊急事態ですよね、うん、ね、そういう中でね生き残っていかないと、うん、いけませんね。ただね、最後にその動画の中では希望の光があると、ね、いうことをおっしゃっててね、うん、どうやらね、ちょっと詳しくは覚えてないですけど、ね、そのいわゆるこう頭のいいっていうね集団の人たちがいて、でその人たちがね果たす指標、ある指標ね、ちょっとさっき聞いたんですけど横文字だから忘れちゃいましたね、なんとかっていう指標があるらしい、指標があるらしいんですよ。でその指標でよるとね、こう日本はね復活すると、うん、いうふうにこう見込んでる頭のいい集団がいるらしいんですよ。でその数値だけ上がってるらしいんですよね、うん、
だからそれが一つの兆しやというふうにおっしゃってましたからね。うん、まあどうなるかもちろんね、誰にも分かんないんですけどね。うん、でもね、その日本経済が1年後2年後に復活する兆しがあるとい う、そういった希望の光がちょこっとでもあればね、うん、今のうちにね、この半年1年間のうちにね、いわゆるコンテンツをずっと貯めておいて、うん、そして回復ね、した時に一気にね、うん、波に乗るという感じで、うん、行こうと。命ある限りね、いつ死にか分かりませんけど、うん、命ある限り、うん、そういう方向で行こうかなというのは、先ほどのその坂井俊夫さんのね、動画を見させていただいて、強く強く決断をいたしましたね。うん、みんな厳しいですよ。みんな厳しい。うん、ね、今ね、給料もらえてて、まあ、特に影響がないっていう人もいっぱいいらっしゃると思いますけど、その人も結果的にね、うん、これから行きますね、うん、宅配でいいんじゃねえかっつってね、店やってんだから宅配でいいんじゃねえかっつって、金なんぼでもあっからっつったって、運んでくる人が首切られてたらもう運んでこれませんからね。だから、うん、そういう波がね、うん、本当に、まあ、津波で言ったらね、前の何の動画で言ったか忘れちゃいましたけど、ね、津波で言ったら今さーっとこう潮が引いてる状態じゃないかなって僕は思ってましたけど、3月、4月、5月ぐらいはね、うん、でドッカーンって来るっていうのはね、また6月、7月とかにあるんじゃないかなっていう予想はなんとなくね、素人感覚で思ってて、ね、で津波の波引きが多分、ね、潮引きが今起こってて、あとわーって来るっていう状況かなっていうのはなんとなくイメージしてましたけど、さっきね動画を見させていただいて、それが明確にパシッとはまりましたね。まあ科学的にね、お話しされてましたからね、うん、ということでね、うん、これから本当に、自営業者フリーランスにとってはね、非常に非常にこう厳しい状況がさらに続くと、もっと厳しくなると、ね、いうことになりますけどね。ただね、希望の光は、うん、必ずありますからね、うん、とにかくね、もう削れるところは何ぼもでも削ってね、うん、支出ね抑えて、そしてもらえるものね、もらえるものはもう何でももらってね、うん、というのをやって、うん、とにかく生き延びていくと、うん、まさにサバイバルですよ、ね、この漫画結構面白かったです。一冊とりあえず読んだんですけど、一回読んだんですけど、結構見入っちゃってね、面白かったんですけど、うん、結構おすすめの漫画です、うん、で、今ね、うん、経済と生命とね、コロナの生命とね、2つでダブルパンチで、うん、襲われてるっていうね、うん、状況ですけど、うん、でも、うん、必ずね、うん、降り止まない雨はないと同じように、必ず復活する時が来ますからね、うん、そこまでになんとかね、力を蓄えておいてね、うん、今冬眠の時期でね、冬眠その時期にしっかりとね、力を蓄えた中からですね、うん、復活した時に行けるようにね、うん、波に乗れるようにね、今のうちからしっかりと準備をコツコツとね、やっていきましょう、ね、二度と来ない今を大切に、すべきことを淡々とやっていく、それしかないですね。はい、では以上です。頑張っていきましょう。